髪の毛が伸びましたヘッドバンキングって言うんだっけ、ヘッド、ここ見るのあるよね、こういうのね。長髪の男の人はみんな憧れると思うんですけど、これをあんまりやると頭クラクラするし、次の日首が痛くなって起き上がれない、首もげるぐらい痛くなります。知ってるかな。まあそれはいいんですけど、まあもうね、そうやってライブハウスとかでみんなでギャーって盛り上がるようなこともできない世の中になりましたけど、はい、まあこの頭ですね、ずいぶん髪の毛伸びちゃったんで、私今からバッツリ昔みたいに短くしてこようと思います。はい、なので行ってきます。はい、ではあの、はい、行くから、うん、どうすか、はい、昔はこんな感じだった、昔の頭に戻った、はい、眉毛細くなっちゃった。あ、本当だ。うん、そう、こんな感じになりました。はい、はい、そんだけです。やっぱ暑いからさ、暑いから汗が嫌なんだよ、すごく。なんかもう頭、頭皮から頭が、あの汗が出るのがね。だからまあ夏なんでしょうがないです。はい、梅雨が明けたらもう夏です。ねえ、ちょっとここ薄くなってない？ここだから言ってるじゃん。え、ハゲなの？ハゲ？白髪でしょ？薄くなってんの？薄くなってる。そんなことないだろ。隙間があるもんだって。いや、だからジェルだろ。隙間があるの。本当に？ここだけ？ここだけ？あ、ちょっとね、全体的に。え、そんなことない。やばいよ、人のこと言ってらんない。お疲れ様でした。ブックアイランドは商品が安いわけでもない、そして広くもなければ綺麗でもない、だがたった一つだけ負けないことがある。ブックアイランドに来れば友達仲間ができる。ブックアイランドジュニア入間店。